舞台に一生懸命だし大学に一生懸命なわけです。大学に一生懸命ね、休んでる間の大学をちゃんと俺も行ってないところにもう聖今すやっとこの間聖地として俺が作り上げたのに。この番組は有料配信であることを隠れみのにした公共性は低く、聞く人を選ぶけどその人たちの生活に欠かせないトーク番組です。流行愛うつおしゃご、何のゴーでもない、弱点見つけるの得意、ゾンビを倒すよベリーナイス。はい、皆さんこんにちは、ニューヤングです。神谷博士です。沖合亮太郎です。お正月何してた？いいよ、早いな。ちょっと待って、神谷君聞いてくれる？何ですか、どうですか、こいつ何やねこいつ、やばいぞ。何や、何がやばいの？僕ほらラジオ関西でラジオやってるじゃないですか。そのラジオでね、そのラジオここですんの？そのラジオでね、布団屋さんが聞いててくれてて、その人が割といい人で、もうビル1個持ってる布団屋さんで、ショーウィンドウに全部うちのラジオの宣伝のやつとか作ってくれて、その話ここですんの？ T シャツとかももう飾ってくれてんのよ。でそこに作ったグッズってこと？そうそう、うちがね作ったグッズが買ってくれてるでしょ。ほんでそこになんかもう聖地としてみんなリスナーがね行って写真スポットとかも作ってくれてて、そこで撮っては SNS に上げてありがとうございますみたいなやってたんですよ。そしたらね、神谷さん、そしたらこいつそこ行きよったんですよ。ほんでサインして帰ってきよったんです。サイン、そこでなんか交流してくださいみたいなノートがあったりとか、うん、それやるじゃないですか、ラジオやからね、うん、みんなで書いてっつって、前うどん屋さんでもそれやってたんですよ、うん、大阪の。あ、そうなん。お前も聞くな、行くなよ絶対。うどん屋さんの話聞いたことあります。もともとね、うん、俺休んだ時沖谷君来るんですよ、そのラジオ。何回か、そうそうそう、パーソナリティとして怒りがあるんだ、うん、神谷君。いや、もう終わった、怒りがある、怒りがある、終了。違います。なんで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 こいつ来て、うん、でまあアシスタントの畑さんとやるんですけど、はい、ちょっとうまくいってないですよ。うまくいってない、うん、お客さんが詰めるすぎて、女の子。俺全然うまくいってますよ。向こうだけですよ、言ってないって言ってる。お客さんちょっと怖くてってなってるんですよ。俺めっちゃ普通にやってんのに。それがある段階で、で小野坂さんがお休みしたら、うん、誰呼びましょうかってなってるわけよ、いつも、うん。で、岩田くんと前一緒にラジオやってたからね。岩田三つおさんです。あなたの記憶から消えている岩田三つおさんです。いつも出してる人。出してねえよ。あ、出してる人、あの人ね。わかりました、わかりました。あの人か、おけいさんか、菅沼さんが来るんですけど。みんなダメじゃん。すごい三択だね、それね。あ、小西くんも来たことあるんですけどね。あ、まあさすがに小西くんは忙しいから、そんなに今言えないのよ。りょうちゃんかみっちゃんか、うん、菅沼くんなんです。あ、そうです。もううちの事務所だったらそうなっちゃうじゃないですか、俺の代わりっつったらね、はいはい、それで来るんですけど、沖合さんの熱量がすごすぎて、熱量うちのラジオのねアーカイブ聞くには、うん、ファンサイトみたいに入んなきゃいけないです、お金払って、うんうん、それに入ってくるんですよ、はあ、ほんで 1話から聞き直してるって言うんですよ、はいはい、こいつ、はい、それは人から聞いたやつでしょ。違います、さんから聞いたやつでしょ。それで、うん、うちのラジオのファンも、うん、お客さんすごいっすねみたいな、うん、でその布団屋さんの人もね、うん、お客さんすごく優しくて、もうサインもしてってくれたんで、写真も撮ってくれてなんつって言ってんすよ。ご本人と会ってませんよ。うちのラジオ乗っ取られるんですよ、こいつに。まあ、いや、仕事熱心だからものすごく、うん、偏僻なとこにあるのよ、そこって。それがね、姫路の。それがうちの奥さんの実家から近いんですよ。いや、そうなんだと思ったんだけど、お前なんで行くの。俺も行ってねえのに。正月で暇だもんね。そうそう、まあ年末に行ったんだけど、ね、お前なんでこっちが着くの。いや、ほら仕事熱心だから、りょうちゃん。違う、仕事熱心ちゃうね。だって近かったら面白いじゃん。他人のブレスもちゃんとさ、チェックするようなタイプ。いや、それはそうですけども、それとこれとは話が別なんですよ、神谷さん。乗っ取るって面白い。うちのリスナーが沖合派になろうとしてるんですよ。あ、なるほどね。まあでもそれはしょうがないですよ。
いや、こんなん許されないですよ。だって休むんだから。そうなんだよ。今までほんまに休むんだもん。今まであの大手を振って、うん、休むのがおもろいみたいになってたのに、うん、もかかわらず、ああ休んだらおけいさん来てくれるんだになっちゃってんすよ今。だから休んではいけないってことですよ、部活にね。でもラジオと舞台比べたら舞台の方が全然100じゃないですか。そうですね、それはそうだわ。だから、はい、休まずにはいられないでしょ。確かにね。りょうちゃんも休むしね、たまにね。うん、この子はでも本番だけ休むじゃないですか。まあ、あなたの場合ね、稽古が始まったら1ヶ月とか2ヶ月平気で来ないですからね。もうね、本当にやっぱり僕はお客さんより能力が低いんですよね。だからもう一生懸命やらないとできないんですよ。それは分かってますよ。やってるポジションの、ね、比重が重いから。お互い一生懸命ってわけですよ。舞台に一生懸命だし、代役に一生懸命なわけですよ。代役一生懸命ね。休んでる間の代役をちゃんと俺も行ってないところにもう聖いますやっとこの間聖地として俺が作り上げたのに行けばいいじゃないですか。じゃあ姫路やで行けばいいじゃんね。行けるよね、まあ、行けばそんな偏僻なとこ行けるかい。そんな、なんでここで言うの。そうです。自分とこのラジオで言え、そんなこと。自分とこのラジオで言ったら俺の評判また落ちるやんけ。あおかお前、無料だからもう同じですよ。大事なのは他番組でその話しないでください。そうだよ、この話もうお客さんに会うからここで死なと思って言わずにいられなかった。8年でしょ。いや信じられへん。そう信じられる。ラジオやってる人間として信じられる。他番組の話する方が信じられない。そっちもやってる番組なのに。それほどの僕はもうダメージを昨日受けてるんですよ。昨日、ね、そうなんだ。昨日聞いたから。昨日なの。俺もうSNS 正月正直全然チェックしてなかったのね、うん、もうずっと寝てたのね、うんうん、でその乗ってますよって言われて、そのこのメールに写真も添付されてたのよ。で OK 君がなんかもうみたいなんでサインうわーって書いてこいつの宣材写真横にペッター貼ったんねん。なんかサインした。あじゃあ僕が年末に出したグッズを買ってくれたんですよ、うん、そのお布団屋さんが、おかしいやん。もう買ってくれて、その8年続くラジオのグッズの横に並べてくれてるんです、うん、ちゃうやん。もう あの人俺のファンやからさ。俺のアクスタとなんでお前アクスタ買うとんねん。それはなんでやねん。しょうがないじゃん。買うな。そういうお礼も兼ねてって感じですね。ほら終わった。そらしゃあないな。ちゃう。え、神谷君そっち見方な。いや分かりますよ、ヤングさんの言ってることは。僕もね、夏目人帳って番組ずっとやらせてもらってて、はいはい、アニメーションでね、はい、で15年やってるんです、うん、で、まあ、モデルにアニメーションのそのやアニメーションやるにあたって、うん、風景のモデルになってるのが、場所があるのね、熊本の人吉ってところなんですよ、うん、そうなんだ、はい、でなんかまあゆかりのあるところっていうことで、うん、しょっちゅうこうなんか、風子さんとか行ってるんですね、はいはい、で僕一回も行ったことないの。そうなのね。そうなのそうなので、僕じゃなくって、うん、別の役をやってる堀江一馬くんがそうだよく行くんですよ。行ってる行ってる。堀江くんと、うん、あとまあにゃんこ先生っていうね、あの漫画でやってらっしゃる風彦さんが二人で抱いていくんですよね、うん、だから多分地元の人たちはその二人が主人公。そうそう、多分ね、堀江くんが夏目をやってると思ってるんだよね、きっとね。確かになんか、うん、いやもう同じ状態やだよ俺と。そうだからなんかもう違う違う違う。こっちのが全然有名だから違う。そういう話してるのちゃうよお前。有名作品的に作品とか有名とかちゃうね。ヤグさんの気持ちも分かるよ。気持ちの話しとんねこっちは。青が同じ気持ちやなっていう話しとんねん。何が有名じゃん。それで、あ、それでだからほら向こうは仕事で行ってるからしょうがないですよ、ね、あ、お仕事で、ね、そうそうそう、呼ばれて行ってるんで。カメラじゃないんだ。一応忙しいから呼ばれないと、まあまあまあ、そのお声掛けいただいてはいるらしいんですけれども、うん、あの僕は一回も行けたことがないんで、だからいつか行けたらいいなと思ってるんですけど、うん、逆にその人よう行ってるからもう、あ、神谷さん今回来ちゃったんだね。ほんとそんな感じに行くとね、なるんじゃねえかと思って不安ですよ、もし行くとなったら。え、ね、そんな状態になってんのかな布団屋も。なあ、あの、ね、秋尾さんの方が全然なんかうちの宣伝もやってくれるしみたいな。
来てくれるしなみたいになってくる、ね、まあ、いろんな事情はね複合的にあるでしょうけど、僕も違う作品でテニプリで、うん、あの配信とかあると、うん、あの、まあ、純ちゃんがあんまりそういうの出ないから、うん、あの呼んでもら毎回ほぼ呼ばれてるんだけど、うん、まあ、そういうのもあるし、うん、ブリーチもね、あのお前結局お前ばっか出とんねん結局だってブリーチ出たくらないからお前ばっか出とんねん結局お前ブリーチはそういうなんかがあるやないか、もうええがな、まあ、そういうのもいろいろあったりして、1月15日更新分のおしゃごはオープニングから小野坂さんが他番組の話をします。うちの番組を乗っ取る気かお前は。途中で小野坂さんが神谷くんの人気アニメの話と混同しますが、有名度が全然違いますあなたつスーパー飛行士 M では小野坂さんが大門軍団と気で戦います。なんかちょっと調子悪かったみたいですなんでも俺が悪いって言われたね、流れだね。本当にそうだったからな、メールからおけいさんの服が衣装なのか普段着なのかで揉めました。衣装ですさらに余ったお餅の使い方に関するメールから小野坂さんが安倍川餅を食べた話をしてくれました言うな、お餅をたくさん食べる人とパンをたくさん食べる人が喧嘩しましたパンらしきものを食べたと思います僕はかまぼことチーズと餅を食べました。動画の視聴と高評価、チャンネル登録よろしくね。星4つ。